コレッチョの1524年頃の作品、聖セ,セバスティアヌスの聖母。この作品もまた、モデナの聖セ,セバスティアヌス同心会のために制作されたと考えられている。ドレスデン、アルテマイスター絵画館所蔵。慈愛に満ちた聖母、マリアの表情。背景には、聖、セバスティアヌスと聖カタリナのエピソードが描かれている。1929年のルーブル美術館の 展示風景。中央に、レオナルド・ダ・ヴィンチの、モナリザ。左に、コレッジョの、聖カタリナの神秘の結婚と、聖セ,セバスティアヌス。右に、ティツィアーノの、伝言の総額。聖カタリナの神秘の結婚と、聖、セバスティアヌスは、イタリアルネサンス期のパルマ地方を中心に活躍した、画家コレッジョが1526年から1527年頃に制作した絵画である。 油彩。主題は殉教者として名高い紀元3世紀の聖人、アレクサンドリアの聖カタリナと聖セバスティアヌスである。本作品は、コレッチョの友人で、モデナの聖セバスティアヌスの自発的な新人団体のメンバーであったフランチェスコ・グリレンゾーニのために制作された。ルネサンス期の芸術家たちの評伝を残した、ジョルジョ・バザーリの著作に登場する作品の一つであり、 パリのルーブル美術館が所蔵する4点のコレッジョ作品の一つである。アレクサンドリアの聖カタリナは14旧南聖人の一人である。黄金伝説によると、キプロス島の王家の出身で、優れた学識の持ち主だったカタリナは女王になった後、ある忍者から洗礼を受けて、キリスト教に改修し、キリストと神秘的な結婚をしたと伝えられている。一説によると、聖カタリナは、 忍者から聖母子の聖画像を授けられた。すると、絵の中の幼いキリストは、彼女の信仰心の高まりとともに、彼女の方を向き、カタリナの指に指輪をはめたという。聖、セバスティアヌスは、ローマ皇帝、ディオクレティアヌス時代の人物とされる。密かに、キリスト教に改宗していたが、仲間を援助しようとして、発覚、処刑の際に矢を追いかけられたが、 致命傷を負わなかった。その後再び皇帝の前で信仰を公言したため、金棒で撲殺された。コレッチョは、幼いキリストと結婚の約束を交わす聖カタリナを描いている。聖カタリナは体験しており、アトリビュートである壊れた車輪に手を置きながら、聖母子の前にひざまずいて右手を差し出しており、聖母マリアとキリストはその手を取っている。キリストは、右手の親指と、 人差し指で金の指輪をつまみ、今まさに、カタリナの指に指輪をはめようとしている。その様子を、聖母マリアは、穏やかな慈愛に満ちた表情で見守り、さらに予想外の登場人物として、矢を持った聖、セバスティアヌスがいたずらっぽさを含んだ笑顔で、見守っている。画面の中で最も大きなアウェイトを占めるのは、聖母マリアと幼いキリストであるが、画面の中央にあるのは、 カタリナと聖母マリア及びキリストの三者の手であり、四人の視線がまさにその一点に収束している。聖母子はそれぞれ視線の位置の異なる聖カタリナ及び聖セバスティアヌスと体になっており、1518年に同様の主題を描いたナポリのカポディモンテ美術館所像の作品と比較して一層の宣伝が見られる。 背景には、聖セバスティアヌスの純教の場面が小さく描かれており、さらに小さく聖カタリナのエピソードの一場面が、維持同図法的に描かれている。バザーリによると本作品は二つの点で優れている。人物の顔の着色と、優雅な外観、色彩の融合、人物の顔への黄金色の照明、目の位置合わせによって、理想的な自然主義的美しさを構築している。 バザーリは本作品について次のように述べている。これは素晴らしい絵画であり、聖母マリア、聖カタリナ、彼女と結婚する聖母の腕の中の幼いキリスト、聖、セバスティアヌスが描かれた神聖な作品であり、まるで天国で作られたかのように思えるほど頭部に美しい空気をまとっています。またこの絵画の他により美しい髪の毛や繊細な手、 あるいは心地よく自然な着彩を見ることはできません。バザーリによって早くも絶賛された本作品は当初から高い人気を誇り、多くの美術商が絵画を購入しようと試みたことが知られている。1582年にイザベラ・デステの弟アルフォンソ一世、デステの孫にあたるルイージ・デステ数奇教が購入し、ローマ教皇ユリウス三世のオイビンチェンチオの 娘カテリーナ・ノビリス・フォルザに送ったことで、絵画はローマにもたらされた。1595年の段階で、絵画はまだ彼女の元にあり、その頃カテリーナは聖カタリナ教会を建てている。次に、スピキオーネ・ボルゲーゼのコレクションに加わるが、スピキオーネは絵画を売却するつもりは全くなかったので、絵画を欲したフランドルの美術賞。 ダニエル・ニースや画家ニコラレニエは価格交渉のために無駄に骨を折らなければならなかった。その後スピキオーネは絵画をアントニオ・バルベリーに数奇教に贈呈する。その頃絵画を見ることができたドミニコ・オットネリの称賛の言葉が残されている。私はそれが小規模でありながら計り知れない栄光に満ちた作品であり、彼の優れた経営者に永遠の称賛を与える調停者であることを 真実をもって述べます。バルベリーニがフランスに亡命した後も本作品を購入しようとする者は後を立たなかったが、最大の交渉者はバルベリーニのフランスにおける被護者であったジュール・マザラン、数奇鏡であった。現存する書簡からはマザランが絵画を購入しようとする多くの試みが見出せる。彼は他のすべての競争相手の魂を奪うような、 提示額や申し出をする意思があると宣言するほどだった。その後バルベリーにはマザランに絵画を贈呈。ルイ14世は、マザランの死後、本作品を彼が所有していた他のコレッジを作品、眠れるビーナスとキューピット、サチュロス及び悪徳の偶意と共に、マザランの遺産相続人から購入した。本作品の購入価格は1万5000フランであったという。その後、 ルイ14世はコレッジョの美徳のグルーイを購入し、これらは後にルーブル美術館の所蔵する4つのコレッジョ作品となった。バザーリはジローラモダカルピがグリ連ーニの所有する絵画を模写するためにモデナに赴いたことを報告している。本作品は多くのレプリカが制作されたほか、しばしば後世の芸術家のインスピレーションの源泉となっている。 ジュリオ・チェーザー・レ・プロカッチーニや、アンニー・バレ・カラッチは本作品に影響を受けて、聖語たりのを描いており、ルード・ビコ・チゴリは本作品のレプリカを制作している。19世紀には、ルイン・ギュス・ター・ブリカール、アンディ・ファンタラ・トゥールによって複製が制作された。ありがとうございます。